皆さんこんにちは、 OL ゴルファーのすずです。今回の企画は集中力選手権。イエーイ。集中力を試す企画を用意しました。いつも皆さんルーティンあると思うんですけど、今回はそのルーティンを邪魔していきます。はい、どれぐらいこう、なんていうんですかね、集中力があるのか、スコアにどれぐらい影響するのかっていうところを検証していきたいと思います。はい、まあ、ちなみにコトちゃんは結構打ってる時も喋ってるイメージあるので。いや、スズもだよ。まあそうだね。だからまあ得意じゃんじゃないかなとは思うんですけど。まあまあまあ、まあね、ちょっとどんな感じなのか。阿部さんがやられちゃうかもしれない。やられる。なんかちょっと切れるかもしれない。ちょっと黙ってください。それはな、ちょっとな。それはそれでいいかもしれないですね。ルーティン中に質問とかだから。喋りかけまくる。あ、喋りかけまくります。はい。で、これは一ホールですね。はい。一ホールで決着しますので、よろしくお願いします。邪魔する見本見せる。じゃあコトちゃんから先に、はい。もう始まってますよね。コトさんはちゃんと質問には答えてください。はい。あ、無視とかいけないですね。はい、無視はダメです。集中しちゃダメです。あ、集中しちゃいけない。はい。じゃあコトちゃんの、はい、自己紹介をしながら今ください。はい。平成13年2月13日生まれ、23歳です。アイドルじゃん、もう。アイドルで。出身はどこですか？熊本県熊本市。好きな食べ物は？一度。嫌いな食べ物は？ナス。え、すごくない？すごい。こっちも喋りかけるのもすごい。すごいすごい。だいぶ邪魔したと思うよ。ね、だいぶ邪魔した。すごい。あ、私じゃない。あ、青井さん先に、はい、行くか。ナスの歯切れが良すぎて集中力高まったかな。ナス。ナスって言った。担々麺みたいな。じゃあ青井さんもね、はい、自己紹介をお願いしますよ。はい。平成11年9月。1日生まれ。ルーティンしながら。できない。普通はね、受け出せないですよ。このおじさんでも息入っちゃうかもしれないですよ。本当だよ。24歳です。24歳。はい。好きな食べ物と嫌いな食べ物は何ですか？好きな食べ物は銀杏です。嫌いな食べ物は玉ねぎです。好きな色は何ですか？紫です。嫌いな色は何ですか？めっちゃいい。めっちゃ良くない？大丈夫大丈夫大丈夫だった。ねえ、2人ともすごくない？最後聞こえなかった。すごい。もう最後の聞こえなかった。じゃあすずの自己紹介を。はい。OL ゴルファーすずです。藪下で働いています。2001年4月1日生まれの23歳です。身長は？身長161です。血液型は？血液型は A 型です。 MBTI は？ MBTI は広報運動家です。すごいね。全然気にならなかった。気になってない。刺さったまま。あ、そのまま集中しすぎてる。ラストヒットした。あんまり気にならないかもしれない。そうなんだ。どこまま気にならない。ありがとうございます。キャーとかヒャーとか言ってるけど別にそんな。いや、でもね、これ無理だ人は無理だと思うよ。うん、打てなくない？え、これ試合中にされてもいけるタイプだと思う。相当やばいよね。あ、はい。昨日の夜ご飯は？昨日の夜ご飯は、いいよ。あ、そっか。昨日の夜ご飯、ココイチ。ココイチで、納豆トッピング。納豆と卵と、ほうれん草とトッピングです。足のサイズは？足のサイズ 23.5。好きなタイプは？好きなタイプ？え、面白い。動揺きました。動揺きました。軽症だったからね。好きなタイプって何？面白い人はどすって面白いって言った。面白い。面白い。はい。じゃあ MBTI は、最近あった面白かったことは？楽しかったことは？楽しかったこと、
ランしたことかな。ツーラン、うん、スコアは、あー、めっちゃいい、めっちゃいいもん、ね、うん、めっちゃいいな、個人名を出してとツーランしたことです。同期です。やだ。じゃあ、優しい人、うん、どういう風に、うん、いいよいいよって言ってくれる。葵さんに優しい人。見た目のタイプは、見た目、うん、イケメン。じゃあどのイケメンで。え、濃い人、顔が、あ、濃い系、濃い系、九州系、外人、外人は違うね、あの、ヒゲが似合う人みたいな。ヒゲが似合う人。誰だよ。え、もう打っていいの、あ、いいですよ、いいですよ。5+8=13、12、13、12になった。全然大丈夫。13でした。数字面白いね。確かに。計算ね。12って言ってたからね。何ヤードですか。129ヤードです。どういう球を打ちますか。若干フライヤーすると思ってます。手前から手前からコロコロと、はい、何番。8番です。え、これいいの打って。いいよ、はい。昨日何時に寝たの。昨日は10時に寝て3時半に起きました。すごい顔。うまい。おー、おー、止まって。フライヤーしたね。ちょっと転がった。フライヤーしたんだけど。飛びすぎました。動揺してんのかな。え、動揺してる。さっきのまだ動揺してんの。動揺、何の動揺なの。好きなタイプは面白いだな。面白いですね。コウスケさん。コウスケさんタイプ。コウスケさんは嫌だな。コウスケさんは嫌だな。確かに面白いけどね。面白いですね。楽しいですね。楽しいですね。53。何を聞こう。好きな芸能人は。え、誰？好きな芸能人？いない。いない。いません。いません。いません。わかんないです。初恋はいつですか？中学校2年生です。どんな人ですか？どんな人だったっけ？ルーティン外れてる。中学2年生どんな人でしたか？サッカーやってた人です。おお、やばい、でかい。ねえ、集中できない。でかいよ。しっかりこの企画の意味が出てきてるな。なんか近づくにつれてどんな人って言われて、サッカーの人とも意味わかんないよね。53ヤード、はい、58度で、はい。攻めて、欲しがり、欲しがり。じゃあ、初恋はいつですか。初恋は幼稚園。混ぜてんね。相手の名前は相手の名前はイニシャル。イニシャル。RT。リュータ？リュータ。まさかの名前。ちょっとダメじゃない。ダメだ。ダメだ。あ、じゃあちょっとカード乗ってくよ。ちょっと待って、まだ構わない。怖いね。これ終わってすずにめちゃくちゃ嫌われたらどうしよう。わからんよ、わからんよ。もうこれからここから帰る可能性ある。呼ばれないかもしれない。今早くここは全員行くから。じゃあ葵さんから。はい。初恋聞いたっけ。いいじゃない。初恋は小4。
名前は。名前いや、だって小4、初恋がわからない。聞きたかったね。聞きたかった。じゃあ、出てこなかった。もう一回打ってみる。もう一回打つ。え、初恋。いや、パターンまだあるから。初恋ってわかんないんだけど、すぐ。初恋って何？好きになった？初恋、でも初恋ってなんだろう。あんまり。そんなこと言ったら好きとはっていう重くなるどんどん初恋小4って割とリアルな数字ですよね。いや小4ってリアルだろうなと思って言っちゃったんだけど小4って誰って思って誰誰のこと言ってるんだろう。何その衛星情報なんだろうね。じゃあ最近の、あ、いいですよ。最近の恋愛事情教えてもらって教えるって何もう何もしてません。何もないです。彼氏はいますか？いません。彼氏、どんな人が彼氏がいいですか？優しい人です。どれぐらいどれぐらい優しい？どれぐらい優しい？すんごい優しい。日本語下手かよ。みんなね。じゃあ短いよな。そう、早い。じゃあさ、打っちゃうよね。うん。じゃあ、ことの最近の事情を教えてください。最近も全く、もう純粋に何もないですよ。純粋って前はなんかあったんですか？前はなんか純粋じゃないことで。前は純粋じゃなかった。もうめちゃくちゃピュアなキャラでやらせてもらってキャラ？キャラだけ？キャラ。いや、もう身も心も全てどういったピュアです。人間の反対児なんで考えてもらって。ピュアではないみたいですね。ピュアではないみたいです。大丈夫かな。大丈夫かな。嘘発見器じゃん。やったらやり返されるから。これさっきこのライやったの。さっき？うん。ちょっと。上りです。上り。上り？上りか。上りです。どんぐらい打ったの？8割る2は。4! 遅っ。2分の1かける3分の1はちょっとあの数字は無理です。すいません。2たす1かける0は2たす1かける0は2たす1かける3かける0 2だね。2じゃない。2じゃない。打ちます。2か1はお、うまい。お、うまい、うまい。惜しいね。もういいの？さ、これは先で。あ、いいですよ。さすがに。これで？え、いくつだった今？パー。パー？あ、違う、ボギー。パー5。いや、パー5だから。パーじゃないですか。3、4、5、6。ボギー。ボギー。あれ？それも誰も。私、これ何？これパーパットでしょ、私。4。うんうん。これパーパット。5、6、ボギー。はい。はい。数も数えらんなくなっちゃう。今食べたいものは？今食べたいものはないです。飲み物飲みたいです。ないです。コーヒー飲みたいです。何のコーヒー？え、ブラックコーヒー。カフェラテとカフェオレの違いは？カフェラテとカフェオレ、なんでコーヒーのドリップの仕方わかんない。OK。はい。よっ。ボギー？ボギーです。不思議なボギー気になる。これ何？ボギーパッド？絶対外してください。ピュアって言ったもんね。そう。ピュアって。じゃあ自分のピュアな部分を教えてください。ピュアだなと思う部分を。ピュアだなって思う部分は。はい。自分の長所。まあ連絡じゃなくても。うん、帰ってくるだろうと思ってながら、はい、寝ようって、はい、朝起きたら帰ってこない。どういう、ピュアなんですか？悲しいじゃないですか、ただの。実は。どういうこと？ピュアの定義、ちょっとなんだろうね。ピュアの定義とは。え、なんて言った？と思ったけど、うん、そんな人生甘くない。最近の話。どんな人といるわけ？最近の人。いや。架空の、架空でそんななんか出てくる。そう、出てきました。架空で出てくる。
だいぶなんかこじらせてるみたいです。人生人生生きづら生きづら